にちは、サッカー選手をしています山崎直之です。皆さんは、今不要不急の外出を控えていますか？一人一人が、自覚を持って今できることを、やりましょう。そんな中、自宅にいる時間も長くなると思います。僕はストレス解消として、目のトレーニング、こうですね、動かしたりですね、あとは、座ってる時間が長くなると、上半身が固まってきちゃうことが多いので、胸を、回旋させたり、そんなことをやってます。皆さんもぜひ試してください。